待って、ちょっと待って、ラミーちゃんのアンニュイな声や話し方が可愛いと思うようになりましたっていうスーパーチャットが来たんだけど、え、待って、アンニュイ、雪花ラミーって喋り方アンニュイだったの？ちょっと待って、初めて言われた。待って、人生で初めて言われたんだけど、雪花ラミーの喋り方がアンニュイだって。アンニュイの意味わかる？え、なんかあれじゃないの、影があるみたいな、あとちょっとタバコとか吸ってる感じみたいな。ちょっと雪花ラミーアンニュイだった説があるわ。え、アンニュイってどういう意味なんだろう、ちょっと調べていい？アンニュイ、倦怠感、あ、なんかちょっと気だるい感じってこと？ちょっと待って、面白くなっちゃった。そうか。ラミーそんな気だるい感じか、だるそうな感じ。どうも、雪花ラミーです。嘘だ。そんな感じか、ダウナー系、ダウナー系、いつも病み上がりだから。なるほどね、雪花ラミーいつもあれか、あの、いつも病気明けだもんな。ちょっとなんか気だるいっていうか、だるそうっていうか、しんどそうに見えてるって感じなのかな。気だるい感じやってみて。はあ、嫌になっちゃうわ今日も。まったく、こんなお昼に、こんなお昼に配信なんて憂鬱だわ。ふう。ふう。どう、みんな最近、最近はどう、どんな風にみんな過ごしてるの？うん、ふう、はあ。真面目にやって、やってんじゃん、やってるだろ。わかんないもん、だるい人じゃん。気だるい感じってそういう感じでしょ、だって。うん、なに、逆にどんなんよ、アンニュイって何、アンニュイ芸能人とかで調べるか。アンニュイ、芸能人、その人の真似をするわ。アンニュイな芸能人36選やって。物憂げな様、気だるい様、憂鬱な様、ミステリアスで自分の世界観を持っているような女性のことを言います。神秘的で引きつけられる雰囲気のある人、アンニュイな人という表現をするそうです。危うそうな雰囲気が気だるいや憂鬱につながったのでしょう。なるほどね。アンニュイ、無理無理、ダメだわ、喋れない、全然全然わかんない。あら、団長もラミは儚いって言ってたからな。いや、なんかノエさんが言ってる儚いはなんかあれなんよな、消え失せそうな感じというか、なんかいつも体調悪いから多分言ってんだよな、ノエさんは。今の見た目がアンニュイ、あ、これ、これか、アンニュイは。